さあこれより最終クォーター、第4クォーターに移ります。姉妹大学サーダンナインで試合再開。パス不成功。ここでパスによる突破を図りました島根大。左にランニングバックを振りまして、そのプレーアクションから中央切れ込んだレシーバーにパスを投じましたが、しかしわずかにパスが上ずり、パス不成功、フォースダウンに変わります。島根大学フォースダウン9、パントフォーメーションを取ります。さあリターンに行った。右オープン展開図らんというところでしたが、これは島根大学53番見事に務めまして、結果的には山口大学陣33ヤード付近での攻守交代と変わります。大石様、この試合こんな試合になるとは、中四国マジで戦国というこのメッセージ、逆に言いますとこれこそアメリカンフットボールの醍醐味というふうに私は感じております。山口大学ファーストダウンテ、さあこれを姉妹大学押し返した。山口大学フルバック14番にダイブプレーを敢行させました。しかし島根大学ディフェンスライン陣が押し返すようにこのランを阻止して、プレーを終了させております。現在負傷者が発生しているためレフリータイムアウトは取られています。さあレフリータイムアウトを解けまして試合再開です。山口大学セカンドダウン8、さあ中央のランプレーです。ランニングバック99番ショットガンフォーメーションからのハンドオフを託されまして約5ヤードのゲインを成功させております。ここでランニングバックウコンにボールを託しました。山口高校出身3回生、1回生の時よりそのラグビー選手として鍛えておりました健脚を披露しております。山口大学サーダウン4、ナイスパスカット。
しかしここでイエローフラッグ反則が発生しております。イエローフラッグが投じられました。さあ先ほどのプレー果たしてどちらのチームの反則でしょうか。ディフェンスのペナルティー、パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手に接触妨害しました。ペナルティー15ヤード従いまして自動的に攻撃権更新です。山口大学ファースター、さあ一気に状況を打開図らんというロングパスを投じましたが、この時のディフェンスのカバーの際に、この、接触妨害という形でパスインターフェアが取られてしまいました。山口大学相手陣に44ヤードからのファーストダウン点に変わります。ランプレーを投じましたが、これは、島根大学対応します。何枠99番にハンドオフをしましたが、ディフェンス一気にペネトレと侵入しまして、このラン阻止してノーゲインに変えています。山口大学セカンドダウン10、今度は右に展開していた88番にパス、これを、若干逆リード気味でしたが88番キャッチしまして約5ヤードのゲインに変えています。見事にこのパスをキャッチしましたのはワイドレシーバー88番の小山でした。工場高校出身の2回生です。高校時代は部活を経験しておりません。未経験者ここで活躍しています。山口大学サードファイ、パスといこう、ナイスゲイファースター。ここでクォーターバック、今度は左に展開していました14番にパス、14番、これをキャッチし相手ディフェンスがタックルしました、タックル来ましたが、これをかわしまして見事なスピンオフで攻撃権更新です。山口大学ファーストダウン、鮮やかなプレーによりまして攻撃権更新しましたが、山口大学14番の中山、広島城北高校出身3回生です。山口大学相手陣30ヤードからファーストダウン点、クォーターバックのランプレー、今度はハンドオフオプションによるクォーターバックキープです。ハンドオフするか自らキープするかの選択でクォーターバック自らキープし中央切れ込み、約5ヤードのゲインとしています。判断しましたのはクォーターバック10番の木下でした。池田高校出身3回生、山口大学相手陣24ヤードからセカンドダウン5、受けたか、そのままクォーターバックごと中央に飛び込みまして、パワープレーによって攻撃権更新です。山口大学ファースター、おそらくは同じくハンドオフオプションだったと思いますが、ここでミスコミュニケーションがあったか、しかしこのまま一気に2人でなだれ込むように攻撃権更新果たしております。山口大学臨機応変に攻撃権更新しましてファースター、小林さんはそうですね、山口大学時間を使いながらうまく攻めているというふうに感想を受けていらっしゃいます。その通りだと思います。現在リードをしております山口大学、このまま時間を巧みに消費しまして、そのまま試合終了の状況に持っていくワンというイートザボール、ボールを食らいつくように時間を奪い取っております。ここで
残り時間が5分となりまして、ウォーターブレイク入ります。この時間をいかに消費するかもアメリカンフットボール非常に重要な戦略です。リードしているチームは有利なまま試合を終えるため、できる限り時間を消費するように持っていきます。逆に言いますと不利なチームはこの時間をできる限り効率よく小時間で得点を奪うことが求められます。この残り時間をいかにして使うか、いかにして奪い合うか、この勝負もアメリカンフットボール重要な要素になります。さあ、ウォーターブレイク解けて試合再開となります。山口大学、試合攻撃続行の状況で試合再開。ボールオンは相手陣19ヤードから山口大学ファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック14番右に展開していました42番にパスを投じましたが、42番これをキャッチミス、パス不成功でセカンダウンに変わります。山口大学セカンダウン10。14番自らキープいった。オプションをフェイクするようにそれをある意味デコインにしまして自ら中央を切り込みました。この判断によりまして約4ヤードほどゲインに変えております。ここでランプレーを決めましたのは、クォーターバックに入っておりました14番の中山でした。広島城北高校出身の3回生です。広島城北高校はアメリカンフットボールがかつてありましたが、彼はどうやらアメフト部の経験部ではなく公式野球部の出身となっています。さあ、密集点非常に力がこもったプレーでした。クォーターバックそのまま自ら持ち込みまして攻撃権更新図りましたが、これをしかし島根大意地のフロント陣の押し返しによりましてフォースダウンに変えます。しかし中で倒れた格好になっているので時計が回り続けております。山口大学フォースダウン5プレーします。フォースダウンギャンブル。さあ、ここでのプレー失敗となりました。4回のプレーパスによって突破しようとしましたが14番プレッシャーからボールをファンブル。結果的には、奪いました広島大学、4回目の攻撃失敗ですので自動的に攻撃権変わる格好ですが、その倒れた地点ボールを奪った地点で攻守交代となります。攻撃権変わりまして島根大学に変わります。島根大学このシリーズはなんとか食い止めまして試合時間残り3分7秒を残して攻撃権出しです。島根大学自陣24ヤードからの攻撃、島根大学ファースター。さあ、残り3分という状況非常に注目です。タイムアウトはしかし島根大残り1回。パス不成功。まずパスから入りました。クォーターバック15番中に入ってきた36番にパスを投じましたがこのタイミング合わずパス不成功となっています。ダウンを1つ失ってセカンドダウンに変わります。山口大学が、高岡様のメッセージの通りにたっぷり時間を使って、試合を有利に進めていた感がありますが、しかしここはなんとか島根大学封じております。しかし残り時間3分という状況、このシリーズ非常に重要になります。島根大セカンダウン10。
ープインター、トスをしましてランニングバック10番に左オープンを展開。スリープレー、相手をまくるように左オープンを展開しようとしましたが、わずかに攻撃権更新至っていない模様です。サードに変わります。島根大学サードインチ、1ヤードありません。このわずかな状況突破をしかし狙います。見事攻撃権更新を更新、島根大学ファースター、ここで本日好調な左オープンへのランプレーで攻撃権更新になりました。島根大学ファースター、ここまで好調なランを見せております10番の村田のランでした。新田高校出身3回生、ここでホイッスル。ここで2ミリツウォーニングに入ります。島根大学にとっては非常に重要な2ミリツウォーニングに入ります。タイムアウト残り1回ですので、ここでの自動タイムアウトは非常に重要です。ここでどのような策を練り直す形になるか、このタイムアウトどれほど効果的な策が出るか非常に注目になります。その差3点です。言い換えますと島根大最悪フィードゴールによる引き分けを狙うチャンスを有しております。この点においても2ポイントコンバージョン決まった点が大きな要素になってくると思われます。本来アメリカンフットボールは引き分けは好みません。しかし一戦一敗が非常に大きく影響します。この3チームによるリーグ戦、ここでの引き分けは重要な意味合いを持ちます。もちろんここでタッチダウンとなれば、まさに大どんでん返しの、状況に至ります。さあ試合再開、残り時間2分、島根大学自陣39ヤードからファーストダウンって失礼しました。ランニングバックにトスしまして左オープンランプレーです。非常に多重なフェイクを使いまして、結果的には左オープンのランプレーとなりました。ランニングバック10番、果敢にも左オープンつきまして約3ヤードのゲインとしています。しかし中で倒れているため時計が回り続けています。現在タイムアウトを取る気配はありません。この判断果たして吉と出るでしょうか。島根大学セカンダウン7、中央行った攻撃権更新ファースター、今度はその左オープンへのランをフェイクにしました。アクションから中央へのランプレー、これが決まりまして攻撃権更新です。島根大学ファースターとなっています。ここでチェーンが動きまして、この間時計止まります。そしてチェーンがセットされた現段階から時計回り始めました。島根大学相手陣49ヤードからファースター点、まもなく残り時間1分を切ります。さあ左のクンランプ4ヤードゲインしておりますが、ここでホイッスル。島根大、ここで最後のタイムアウトを切った。3回目のタイムアウトを取ります。ここで島根大学タイムアウトを全て使いました。
さあここでタイムアウトを使った島根大学、残りタイムアウトゼロ。さあ残り時間43秒、果たしてどのような策を講じるか。相手陣46ヤードからのセカンドダウン7。パス成功、ファーサー見事パスで突破しました。攻撃権更新です。ここでホイッスル。ここで負傷者が発生しまして、現在レフリータイムアウトが入っています。見事にこの状況をパスキャッチしましたのは島根大学3番の、天野でした。三木高校出身の2回生です。高校時代はテニス部の選手でした。三木高校はしかし兵庫県の県立高校でありながらアメリカンフットボールがあります。おそらくはそういった形でアメリカンフットボールの選手たちと慣れ親しんだ体験があったかと思われる素晴らしい躍動あるプレーでした。試合再開です。島根大学ファーストアウト。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。インテンショナルグラウンディング、不正な前パスの行使です。アメリカンフットボールは前パスによりまして失敗した場合には元の位置に戻される。この権利を生かして危険を回避し、パスを投げ捨てる不正な行為を行うことがあります。先ほどのプレーは不正な行為と判定されました。そのプレーを行いました点まで下がりまして、ダウン1つ進んだ状況で試合再開となります。従いまして島根大学サーダウン20の状況に変わります。ここで山口大学が後半1回目のタイムアウトを行使します。山口大学非常に守備的に有利な状況になり、しかし残り時間を鑑み、なんとかタッチダウン、フィールドゴールを避けられる状況を作らんと、ここで守備でタイムアウトを行使します。大江さんはフィールドゴール圏内まで行けるかなというメッセージ。現在はちょっと厳しい状況に今なってまいりました。この次のプレーがどのような形になるかが非常に重要になってくると思われます。言い換えますと、ここでフィールドゴール圏内に入れたくない山口大学がここでタイムアウトを取るのも無理ない判断だと思われます。それほど逼迫した残り25秒の攻防です。島根大学サーダウン20。ここでフォースダウンでパスをスパイクした。
ダウンカウントミスです。クォーターバック、これがサードアンダーというふうに解釈していました。そこでここでパスを失敗し時計を止めんとしましたが、実際のダウンはフォースダウン、従いまして4回のプレー失敗という形で終了になります。従いましてここで攻守交代、攻撃権変わりまして山口大学に攻撃移ります。痛恨のミスでした。島根大山口大学ファーストダウン10。2ダウン、時計を回します。ここで試合時間なくなりました。試合終了となりまして山口大学17点、島根大学14点で山口大学の勝利という形になりました。結果的に山口大学は2勝0敗という形で A ブロックを終える形になりまして、現段階ではおそらく A ブロックの1位通過という形になるかと思われます。島根大学、非常に惜しい試合でした。最後の最後まで2連覇中の山口大学をあわやというところまで追い込む素晴らしい奮闘を見せました。まさに三人の雄というその言葉にふさわしい見事な一戦だったと思います。山口大学、これによりまして2勝0敗となり A ブロック1位通過確定という形になりました。まさに3連覇を目指すふさわしい戦いぶりだったと思います。島根大、惜しい試合を落としました。しかしその戦いぶりは山口大学に引けを取らぬ素晴らしい戦いぶりでした。最終節にその期待を抱かせる素晴らしい一戦、ナイスファイトでした。皆様、長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。第1試合目になります第3節の本日の一戦は山口大学が17点、島根大学14点で山口大勝利という形に終わっております。さあ、中四国はこれによってまた面白い状況になってきたというふうに言うべきでしょう。星取り表を見ましても現在は前日までの途中経過となりますが、それぞれにその星勘定をご覧いただければ幸いに思います。 A ブロックはこれによりまして1位はほぼ山口大学で確定となります。山口大学は B ブロックの2位と対戦する形で決勝トーナメントを迎えます。本日負けました島根大学もあとにもう一校であります山口東京理科大学とともに現在1敗という状況ですので、その双方勝利しましたチームが2位通過という形になります。その可能性をかけました最終節、ぜひご注目ください。そして本日の配信はこの後に控えます愛媛大学対島根大学の一戦もお送りさせていただく予定になっております。試合開始は17時30分まもなくとなりますが、再び配信のサイトを変えまして、この試合も配信させていただこうと思っておりますので、何卒ご注目よろしくお願いしたいと思います。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながら、そこでは評価されず失意の果てにこの競技にかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。子供たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、
影のため一度も離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で高校で名をとどろかしたスタープレイヤーがもたらしてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さてこの物語は果たしてその歴史物語の何ページ目であったでしょうか。その光景とその続きを楽しみとしつつ、本日のこの配信は一旦終わらせていただきたいと思います。皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。その後に控えます2試合目も配信させていただきます。その時までまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。